田中川千助は、幕末の青侍で、尊王上位発志である、儒学者及び漢学者、意味名は、水友。寺田康騒動後という幕末の騒乱の早い段階で、非業の死を遂げるが、明治天皇の4歳になるまでの教育係で、大変慕われていたことが、明治時代になってから一般にも知られるようになって、有名になった。田島国伊豆市軍霞村の医者、 小森肖三の次男として生まれた。幼少から秀才として知られ、伊豆主藩事項の儒学者、井上政権に指示した。武芸もたしなみ、特に弓道を得意とした。天保六年、儒学者になるために上京して、勉学に励み、やがて私塾を開いた。天保十一年、久家、中山忠安に召されて仕えることになり、道家の精神である、初代部、 田中大光家水町の養子となった。後に、養父より初代部を引き継ぎ、校歌2年に、16位、河内助に除された。河内助は、中山家では処務をしきり、忠康子息の中山中愛、中山忠光の教育係でもあった。永5年、忠康の娘で天智の中山慶子が、公明天皇の子を民を持った、交担の際には、退任を任され、 五三殿の建設を指揮したほか、教育係ともなって自ら背負って、皇居を駆除したという。幸宮が直君となって皇居に入り、新王宣言を受けた後は、河内助は職を辞すことになり、中山邸より出て、川端丸田町の指定を、画漁屈と名付けて陰性した。これは幕政に批判的であった、河内助が、後部合体派の棚康と池をことにし、 特に和宮親子や内親王の効果に強く反対していたためと言われる。京都で勤労の志士と交わるようになり、筑前久留米藩出身の中村瀬太郎と義兄弟のちぎりを結び、中村と親交のあった同藩出身の牧泉や老人、清川八郎などの尊能上位派と親しくした。すると、幕府の目が厳しくなったので出奔し、大阪に京を移した。 薩摩藩邸に出入りして、芝山愛二郎、橋口宗介らと語らい、小川八重門、吉村小太郎、平野国臣、薪らと図って、島津久光の上洛と合わせた貴阜を準備した。和宮公家を仕切った京都諸子代、坂井忠義と、関白、九条岐忠を暗殺する計画であった。田中は、貴阜が中川の宮の医師であると嘘をつき、偽の領事と近畿を持って、 各地を回って、同志を集めた。島津久光は、老子陳部の直命を受け、寺田屋に集まった薩摩藩士らに陳部士を送ったところ、1階にいた藩士と切り合いになった。これが、寺田屋騒動である。河内助は2階にいたが、同志らに、久光も同じ考えであると嘘をつき、投稿させたため、計画は未遂に終わった。 薩摩藩は引き取り手のいなかった浪人と同行に、同意した秋月藩士、絵画球門を大阪から鹿児島の本藩に護送するとして、日向細島へ向かう船に乗せ、その航海の途中、張間灘で同乗していた息子、田中美学美学助、青木頼母と共に切り捨てた。遺体は海に投げ捨てられ、無残な泣き殻は、小豆島の福田村に漂着し、 村民によって葬られた。このため現在の小土島城福田にある雲海寺には、田中川千助の母妃と哀悼の石踏みがある。なお、別船に乗った、同志三名も日向沖で決闘と称して残殺されて、海へ捨てられ、遺体は近くの金ヶ浜に漂着。同じく埋葬され、後年、中村を除く二名は巡視者とされた。ながら経て変わらぬ月を見るよりも死して払わん。 生成農機具も、田中河内助の自生の区、寺田屋騒動で亡くなった志士たちは後に全員が、傷され、河内助は、造成4人となった。田中不死の殺害について、文久2年5月22日付の島津久光は、島津重久への手紙で、田中の偽造した中川の宮の領事で先導され、危機に加わった、半白が火を食い、死亡者を殺害したいと申し出たため、 臨機の処置を容認したと報告している。浪人同意の者とも、戦費を、改め、是非首謀の浪人視察し、土師とのことに公徳とも、ここ元二次は先、組めおけ、浪人同列戦より、坂、戦中にて、イカ様にも、どり去るつけ使い、こう、たまり島付資料維新の後のある時、明治天皇は、昔の養育係を思い出し、 田中河内助はいかがいたしたかと進化に尋ねたことがあった。誰も答えられないでいると、前日のように田中と信仰のあった小川和都氏が進み出て、ここにおられる某君等が指図して、札前護送の際に同志に視察され、戦中において非合の死を遂げましたと答えたので、某は赤面して顔を上げることができなかったという話が伝わっている。 別の話ではこの帽子は、大久保利道であるとし、天皇が、懐かしいが、今どうしているのか、あるいは、今田中河内助がここにおればよいのに、殺したのは誰であろうと問うた時に、小川は大久保を指さして、田中河内助を殺したのは、この大久保でございますと答えたという。小川の言葉に、座はしらけてしまい、大久保は一言も答えなかった。天皇もことの影響を考えて、 この席では二度と触れようとはしなかった。明治4年に広沢サネオが暗殺された時に、小川が容疑者の一人として捕獲されて、鳥取藩で遊兵されたが、それはこの報復だったのではないかと言われている。なお、小川は、薩摩行きの船の手配には関与していないので、このような発言があったとしてもあくまでも想像に、過ぎない。また、小川は、著書、 王政復古儀協力の中で、田中不死の殺害の噂について、経営の人々は、田中不死を殺せと管理の内名を受け至る吉にてと、幕府の命令だったという伝聞を記録している。ありがとうございます。